第2章。表情にキャンプを張ってからきっかり1週間が過ぎた。わずか7日の間に一行を取り巻く環境は、整備の整った居心地のいいエンデュアランス号の船内から一転、寒さと湿気が果てしなく続く極めて原始的な生活へと変化した。ほんの1週間ほど前には彼らは暖かい自分専用の寝台で眠り、テーブルについてくつろいだ雰囲気の中で食事していた。今、男たちは狭いテントに押し込まれ、氷の上、あるいは寝台に見立てた硬い材木の上で、トナカイの皮やウールの寝袋にくるまって眠っている。食事の際も雪の上に直接座り、彼らがパニカンと呼ぶアルミのマグカップに何もかもごた混ぜにして入れ、スプーンとナイフ、それに自分の指を使って食べた。彼らは世界で最も荒れ果てた地で、自分たちのいる位置すらわからぬままに漂っていた。誰かが助けに来るという望みもなく、神の摂理が運んでくれる食料だけが彼らの命綱だった。しかしながら男たちは驚くほどすんなりとこの新しい生活に適応し、ほぼ全員がこの生活を心から楽しんでいた。人間の適応能力は実に高く、ともすると自分たちが極めて絶望的な状況にあるということを忘れてしまうほどだった。11月4日、マクリンは日記に次のように書いている。今日は素晴らしい一日だった。自分たちが恐ろしく危険な状況にいるとはとても思えない。みんな同じような感想を持っていた。彼らの中に英雄、いわゆる物語に出てくるような英雄は存在しなかった。日記を見ても毎日の作業に関する事実に即した記述だけが淡々と書き連ねられていた。男たちの間で明らかな変化が一つだけあった。それは食べ物への執着だった。ワースリーはこう綴っている。外聞の悪い話だが、我々は食べるために生き、食べ物のことだけを考えている。生まれてこの方、今の半分だって食べ物に興味を示したことがあっただろうか。他の隊員たちも似たようなものだ。みな何だって喜んで口にする。以前は見向きもしなかったアザラシの脂肪分だって大歓迎だ。四六時中吹きさらしの中で生活しているため、体内から温めるには食べ物に頼らずには得ず、その結果食べ物のことばかり考えてしまうのではないか。翌11月5日、一行は午前6時に起床し、ほぼ全員で船に戻った。中には何とか個人的な品を回収しようとする者もいた。マクリンは母親にもらった聖書を取り戻したいと考え、傾いた士官室の裂け目から船内に入った。元船室に続く廊下では、氷と水の上に顔を出した手すりにつかまり、這うようにして進んだ。だが、元船室まであと12フィートというところで、水に行く手を阻まれた。船室のドアが暗く冷たい水の下に見えていたが、とうとうたどり着くことができなかった。グリーンストリートは幸い、なんとか自分の船室に行き、本を何冊か取ってくることができた。ハウとベイクエルは、船室が船首楼にあったため、自分の荷物の回収は絶望的で、別の場所で宝探しを始めた。二人は廊下を渡り、ハーレーの暗室だったコンパートメントの前を通りながら、中を覗き込んだ。ハーレーが写真のネガをしまっていたケースが目に入った。少しためらった後、二人は半分潰れかけたドアから中に入り、くるぶしまで水に浸かってネガのケースを回収した。このネガは文字通り宝物で、その夜二人はこれをハーレーに手渡した。
回収作業は手当たり次第行われた。品物の使い道をじっくり考えている者などいなかった。もっとも船の備品で使い道のないものは皆無に等しかった。木は調理用の燃料として重宝されたし、キャンバスは表面を覆ったり、テントをつないだりするのに使えた。ロープはソリをつなぐのにちょうどよかった。男たちは操舵室をそっくりそのまま取り外し、キャンプに持ち帰って移動式の食料庫にした。木材、塩材、帆、作具などが次々に回収された。男たちは夕方までこの作業を続け、午後5時、最後の荷物とともにキャンプへ戻った。ソリの横をとぼとぼと歩いているとき、ハーレーは右手1000ヤードほどのところに大きなウェッデルアザラシを見つけた。銃を持ち合わせていなかったので、ハーレーは材木を1本手に取り、アザラシに気づかれぬようそっと近づいた。頃合いを見計らって材木で一撃すると、アザラシは気絶した。それから登山用ツルハシで頭を殴った。その後同じような方法で、さらに2頭のアザラシを仕留め、キャンプに持ち帰った。しかし、そうやって回収された船の荷物は意外に少なかった。保存食料などの大部分は、かつてリッツと呼ばれた甲板下部の倉庫にあった。が、ここに行くためには、場所によっては1フィートもの厚さがあり、3フィート近くも水に浸かっている甲板を剥がさなくてはならない。だが男たちは何としても倉庫の荷物を手に入れようと決意して、翌日マクニーシュを責任者として新たに数名の隊員が船に向かい、氷のみとさまざまな作具を使って数時間格闘した末、ついに甲板に穴を開けるのに成功した。穴が開くとたちまち食料が水に浮かび始めた。最初に浮かんだのはくるみの入った樽だった。続いて砂糖のケース、重曹の箱が見えてきた。その日一行は小麦粉、米、砂糖、大麦、平豆、野菜、ジャムなど 3.5 トン余りの食料を回収することができた。これは間違いなく価値ある収穫で、一同はすっかりいい気分になった。グリーンは夕食にアザラシのカレーを振る舞って収穫を祝った。が、このカレーを一口食べるや、ほぼ全員が顔をしかめる結果となった。グリーンは通常の3倍もカレー粉を入れてしまったのだ。飢えをしのぐためにはこれを食べるしかなかった。マクリンは後に日記に書いた。が、口の中がまるで石灰釜のようで、喉が焼けるように乾いた。回収作業は11月6日の午後まで続けられた。が、南のブリザードが吹き始めたので、全員作業をやめてテントに戻った。氷上に降りてから初めて体験するブリザードだった。強風にあおられ、テントは揺れてガタガタと音を立てた。男たちは寒く窮屈なテントの中で体を丸めるばかりだった。唯一の明るい展望は、この強風が自分たちを北方へ、今や遥か彼方になってしまった文明社会へ運んでくれるのではないかというものだった。シャクルトンはワイルドとワースリー、ハーレーを呼び、自分たちの食料事情について検討した。6名からなる大陸横断チームが携行する予定だった保存食を除いて、およそ 4.5 トンほどの蓄えがあった。保存食については、シャクルトンは非常時に備え手をつけない方針だった。4人は議論の末、現在の蓄えで普通に食べて3ヶ月は持つのではないかと判断した。そしてさらに今後、アザラシやペンギンを見つけやすくなるだろうから、今後2ヶ月は普通に食事をすることに決めた。
やがて南極の真夏、1月がやってくる。それまでには自分たちにどんな運命が用意されているのかわかるだろうとシャクルトンは確信していた。そしてその時こそ究極の決断をしなくてはならない。冬の猛攻撃に備えて何らかの手を打つための時間は十分にあった。すべての鍵は流氷帯の漂流が握っていた。氷の動きがこのまま北西に向かえば、男たちはパーマー半島、あるいは500マイル余り北のサウスオークニー諸島の方角へ漂っていくことになる。また、何らかの理由で氷の動きが止まってしまった場合は、彼らは当然ながら一つの場所にとどまることになるだろう。そして最後に、流氷帯の動きが北東、あるいは東へと突然向きを変え、陸地からどんどん遠ざかっていくという可能性もあった。どんな結果になるにせよ、1月には答えが出るはずだった。流氷帯が陸地に向かって漂っていった場合、1月頃には氷のない海に出るはずだから、ボートを出して救助の期待できそうな陸地へと航海すればよい。少なくとも机上の計算ではこれは理屈にかなっていた。一方、流氷帯が動きを止めるとしたら、氷上キャンプで冬を越すよりはボートでの航海を諦め、マクニーシュの作った小さな平底船で大急ぎで最寄りの陸地へ向かうことになるだろう。危険は承知の上だが、氷上で冬を過ごすよりはマシに思える。3番目の可能性はなるべく考えたくない選択肢だった。もし流氷帯が北東あるいは東に動いていってボートを出すことができなかったら、男たちは漂える氷板の上でしびれるほどの寒さと荒れ狂う嵐の中、南極の冬の夜を生き抜かなくてはならない。この可能性もまた1月にはわかるだろうと思われた。それから越冬のための肉を仕入れるとしても時間は十分にあったが、この第三の可能性については誰もが考えることすら避けているようだった。